ウォルフォート領内にあるローゼル族の村。その歴史はかつてハイサンドの援護を脱走した一部のローゼルを先代当主シモンが保護したことに始まる。それから30年、すべてのローゼルは援護で暮らすべきと考えるハイサンドの教皇は、塩の裏取引事件を機に彼らの引き渡しをセレノアに要求する。ローゼルを差し出せば教皇の庇護が得られる。ウォルフォート家を守るためには受け入れるしかなかった。そしてハイサンドの国内ではエンデ家の取り潰しにより空いた七聖人の座をウォルフォート家が引き継ぐという噂がまことしやかに流れ始めていた。さあ第11話でございます。引き続きゲームへの理解深めていきましょう。セレノア様、やはり我が領のローゼル族は引き渡すべきです。だが彼らはそもそもこのハイサンドから逃げてきたのだ。戻れと言っても納得はしないだろう。しかし七聖人への推挙がなればオルホート家は安泰です。場合によっては強制的にでも。エグスアム殿の言葉を借りるならば覚悟が必要かと。分かっている。少し考える時間をくれ。フレデリカの姿が見えないが。それがロラン王子とエンコに向かわれました。ローゼル族が暮らしている場所をどうしても見たいと。ハイサンドでは全てのローゼルはエンコに住むことを強制されているのだったな。セレノワ様、今回のことでフレデリカも悩んでいます。どうか。よくわかっている。私もすぐにエンコへ向かおう。さあサブストーリーを追っていきます。タラース、根回しご苦労だった。何、最小として当然のことさ。グリンブルクの重鎮どもには言い聞かせたよ。僕たちの言う通りに動くようにね。準備は整った。いよいよだ。お兄様、私にも何かお役に立てることはなくて。あれば私から指示を出す。タラース、紹介の方はどうか。やつらも文句は言えないはずだよ。相応の支払いは約束してある。ではここからは我慢比べだ。ハイサンドの諸君はいつまで息を止めていられるかな。さあサブストーリー引き続き追っていきます。シルビオ・テリオールさんね。誰だ。あなたに機会を与えるようにと言われてきました。機会？落ちぶれた私に一体誰が。イドー司祭のご意思です。聞いていただけますか。七聖人の貴様、ハイサンドの者か。ウォルフォート家に縁深いあなたにぜひ手伝ってほしいことが。さあメインストーリーを追っていきますよ。女神教の聖域を一目見たいだけなのです。ですから部外者を軽々しく援護に入れるわけにはいきません。ましてやあなたはローゼル族、我々の教義はご存知のはず。フレデリカ、
セレナ…ごめんなさい、勝手な行動をしてしまって。いえ、気持ちはわかります。私もハイサンドに住むローゼルのことを知りたい。知らない方が悩まなくて済むかもしれない。だが私は…セレナ…もしや、あなたはオールフォート家の…そう、セレノはウォルフォート校だ。近い将来、エンデ家の後を引き継ぎ、この方が潮を司ることになる。今日はそのための下見というわけだ。噂は本当だったのですね。さて、新たな七星人でも縁故には入れないのかな。まさか。どうぞお通りください。礼拝の時間だ。今日は七星人の移動司祭が説法をしてくださる。ありがたく成長し、おの神に宿る罪を懺悔するがいい。ローゼル族よ、なぜゆえ何時らは縁故に囲われ苦しい労働に従事せねばならぬのか。それは何時らの祖先が許されざる罪人であったからだ。太古、何時らローゼル族は女神がノゼリアの民に与えたもうた加護潮を独占しようと図った。力ずくで縁故を占領し、他の民が必死で手に入れたわずかな塩すら奪い取った。そして独占した塩を盾に人々を脅し、全てを支配しようと企んだのである。その結果、ノゼリアは長い戦乱の時代を迎え、あまたの尊い命が失われることとなった。なんと恥知らずで傲慢な一族であろう。呪われた魂は今も何時らの体に宿っている。それゆえローゼル族の髪は犠牲者が流した血と同じ色をしているのである。はい、我らローゼルは女神に逆らいノゼリアに宿した忌むべき一族です。潮の女神様、どうか私たちの滞在をお許しください。だが絶望するなかれ、潮の女神の慈悲は限りなく広く深い。何時ら業深きローゼル族にさえ食材の機会を与えてください。それが縁故での奉仕なのである。この地に何時らの汗と命を捧げ尽くすことで、呪われた魂は浄化され、女神のもとへ召されるであろう。そして罪を許され、再びノゼリアに清らかな体を得て生まれ変わることができるのだ。ローゼル族よ、縁故に命を捧げよ。そして偉大なる潮の女神に感謝の祈りを。潮の女神様、この罪深き命を縁故に捧げます。食材の機会を与えていただきありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでよい。女神への感謝を込めて労働に励みなさい。これは、これが食材。オーゼルにとって当然の罰だというのですか。祖先の罪が事実だとしてもひどすぎます。塩の毒性は今ハイサンドがやっていることです。それは罪ではないのですか。確かに。しかしこれが塩の女神教の教義なのでしょう。歩いて確かめろと。分かりました。公認か。して収めるっていう手もあるってことか。ちょっと行き過ぎてるよね。ただの扱いじゃないよね。裏があるよな。何かあるよね。普通の過酷さを超えてますね。なるほどね。ちょっと強すぎるね、言葉が。なるほど。なるほど。利害関係があるからでしょ。さあこんな感じでしょうか。縁故の実態も把握した上で次に進んでいきたいと思います。想像以上に劣悪な場所だ。あの縁故にウォルフォード領のローゼルたちを連れてくる。そして彼らと同じ暮らしを強いるのか。それは人の道を外れる行為だと思います。いくら自分たちを守るためとはいえ。ああ、到底許されるものではない。
正しさは時と場合で変わることもある。だが人道を守ることは間違いなく正義だ。違うかセレノは。私も二人と同じ思いです。しかし すまん、お前だけを責めるつもりはない。ただ俺たちは落ちてゆくばかりだ。ハイサンドから難題を課せられたセレノアたちは重い足取りでウォルフォート領へと帰還した。一方、コーデリア女王のもと再出発を果たしたグリンブルク王国も新たな動きを起こす。エスフロスト公国と連名で聖ハイサンド大教国とのあらゆる通商を停止し、国交を断絶すると宣言したのである。国交断絶かい。そんな中で天秤が出ましたね。入ってみましょう。さあ、メインストーリーでございます。エスフロストとグリンブルクが連名でハイサンドとの断交を宣言しただと。はい、たった今情報が入りました。噂ではなく公式な発表です。どういうことだ。もちろんグスタドルフがコーデリアに強制したのだろうが、そんなことをすればハイサンドは商会に卸している塩の出荷を停止するはずだ。エスフロストもグリンブルクも行き詰まるだけなのに。兄、グスタドルフは勝てない戦はしない人です。きっと何か策があるのでしょう。ノゼリア全体に何かが起こる、そんな予感がする。それぞれの国が動き出している。我々も足場を固めなければなりません。ローゼル族の村と民を切り捨てて、ウォルフォートの土地と民を守るためです。誰もあなたを責めません。セレノア様、ご決断を。俺は塩湖の中を実際に見た。ローゼルたちは過酷な強制労働に苦しめられていた。あれは人のやることではない。しかし教皇の意志を踏みにじれば、我らはエンデ家と同じ末路をたどるしかない。そうなれば、結局ローゼル族の村も失われてしまうのではありませんか。では、モルフォートのためにローゼルを切り捨てるのが正しいと。正しいとは申しません。しかし、決断が必要なのです。おのおの覚悟をなされたはず。他ならぬ我らが生きねばなりません。ハイサンドの庇護があればそれは叶う。他に方法がありますか。セレノア、私はローゼルの血を引く者だからではなく、人としてモルフォートの一員としてローゼル族を差し出すことには賛同できません。皆の意見はもっともだ。だが我々は決断を迫られている。今一度信念の天秤を持って皆に問おう。さあ、教皇の言うことを聞くか、自らの意志を貫いてローゼル族を守るか。難しいっすね。今回は議場のみで判断か。わかりました。さあ、どうするか。
まあでもやはり差し出してそれでよしとはならないですよね。そしたら自分たちの信念を曲げた分だけ結局は無駄になっちゃうよね。だったらローゼルをきちっと約束を果たした上でアイサンドとの関係が悪くなったとしても自らのやはり意思を示さないと先がないんじゃないかな。まずはじゃあ話を聞いてみますか。はい、だよね。私は話を聞きましょう。ジーラ、セレノワ様、自体はもうウォルフォートの領民でもあるわけだから、なるほど、とやかく言われる筋合いはないんだよ。なるほど、考えさせてください。私は それで京都を出しにして、そうですか、難しいですね。交渉材料にすべきではないよな。そうだな、まあね、フレデリカのあれもあるからな。そうでしょうか。難しいですね。難しいっすな、説得が難しい。その通りだよね。差し出す理由はないよな。何にも悪いことはしてねえんだから、こっちは。なんで言うこと聞かなきゃいけない。そんなことはないよ。
そうだよね。そう、弱体化しちゃうよ。それでしたら、そうだよね、ローゼル族にこだわってる理由がわからない、はい、そんなちっちゃい理由じゃないよね。何か裏があるよ。そうだよ、皆様の意見も聞きたいですね。難しいな。ベネディクトは決めねばなりません。なるほど、我が家の戦力か。おお、それでは。ですが、心に留めておきましょう。難しい。ということで、とりあえず話はしてみました。結果を見てみましょう。投票です。では投票を始めよう。我が領で暮らすローゼル族をハイサンドに差し出すか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。若様のご意見に。お、そうだよね、まだ負けると決まったわけじゃないからな。賛同します。セレノア様のご意見に。お、あなたを信じましょう。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。緑がつきましたね。ということで、ローゼルを守る決断しましたね。道は定められた。ハイサンドとの関係が悪化したとしても、我らは領民であるローゼル族を守る。こうなるのではないかと薄々感じていた。決まった以上、この道を貫き通そう。我らは教皇の意志に背く。ハイサンドにローゼル族は渡さない。あ、ここで終わりだ。
Triangle Strategy.